皆さんこんにちは、ゆめなです。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画は本物と偽物シリーズのクッキー缶を作ってみた偽物編パート1をお送りします。ぜひ最後までご覧ください。このクッキー缶シリーズは作り方の説明動画というよりは作業風景動画なので、ゆるく説明しながらお送りしたいと思います。こちらが今回作るクッキー缶の設計図です。では早速作っていきましょう。この偽物編パート1の動画では缶のメイキングをお見せしたいと思います。まずはじめに実際使う缶の大きさをミニチュアのサイズに直します。今回は縦が 3.1cm、 横が 5cm、 高さが 1.1cm で作りたいと思います。缶の土台となる部分はプラ板で作っていきます。プラ板に割り出した大きさの下書きを書いていきます。下書きに沿って切ります。角を丸く切り落とします。同じ要領で側面のパーツも切り出します。側面のパーツに角をつけていきます。重なり合うところに印をつけて余分な部分を切り落とします。同じ要領で本体の側面部分の外側のパーツのカーブを作っていきます。この部分が今回私が一番こだわったところで、本体部分と蓋が本物と同じようにかっちりと締まるように作りたかったので、ちょっと手間は倍かかってしまうんですけれども、2段階構造で作りました。接着剤を使って本体を組み立てていきます。紙やすりを使ってバリを取り除いていきます。これで本体部分の組み立ては完了です。続いて蓋のパーツを組み立てていきます。本体とちゃんと重なるように角の部分を微調整しながら折り曲げていきます。
下の上面と側面を接着剤でくっつけて組み立てます。紙やすりでバリを取り除きます。これで蓋の組み立ても完了です。続いて表面をコーティングしていきます。缶の色を表現するのに100円ショップで見つけたアルミテープを使用しました。本来の用途としてはキッチンや水回りの修繕や防水に使うためのものなんですけれども、ちょうどこの光沢感と色が缶に使えそうだなと思ったので選びました。まずはこのアルミテープを側面にぐるっと一周貼り付けていきます。四つ角の部分に切り込みを入れて中に折り込んでいきます。本体の二段構造になっている部分をしっかりと密着させます。反対側も同様に切り込みを入れて中に折り込んでいきます。テープをしっかりと密着させて余った部分をカッターナイフで取り除きます。反対側も折り込んだ部分をきれいに取り除きます。続いて底面にアルミテープを貼っていきます。内側の側面部分にテープを貼っていきます。内側の底の部分にテープを貼ります。できるだけシワが寄らないようにしっかりと密着させます。これで本体部分のコーティングは完了です。蓋も同じような手順で全てコーティングしていきます。本体部分と蓋がカッチリと閉まるか確認します。最後の仕上げとしてツヤ消しスプレーを全体的にかけます。それっぽくしたいので真ん中にシールを貼ります。
は実際に本物のクッキー缶の真ん中に貼ったシールを縮小印刷して裏面に両面テープを貼って作りました。これで缶の完成です。次回の動画ではクッキーの制作風景をお見せします。いろんなクッキーの作り方を紹介してますので、ぜひ楽しみにお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。